イナーズです。今回は新作のジブリトミカ2台見ていきましょう。ラピュタと、ポニョですね。まずは04番の天空の城ラピュタ、タイガーモス号ですね。もうね、おなじみの飛行船に車輪がついてます。これプロペラ回るのかな、どうなんでしょうね。タイヤはこれ外せたらいいんですけどね。ガンダムトミカみたいにね。でパッケージなんですけど、今までのねジブリトミカと一緒でポスターがついてます。いいですね。それでは開けていきましょう。これどうなってるのかな。なるほど、開きました。はい、うわー、大きい。で結構ね重いですね、これね。いい感じで、ちょっと見落としてたんですけど、プロペラパーツがねなんと別になってますね。これは回るんじゃないかな。こんな感じのねプロペラパーツが、もう一個、はい、こんな風に2つついてますね。で翼の先端に穴が開いてますんで、ここにカチッとね、取り付けることができます。回りますね。いや、いいですね、回ります。そして反対側にも取り付けることができますね。いいですね。はい、完成しました。いや、いい感じですね。これね、プロペラが別パーツで回る仕様になってて、さらに、後ろのねここもねちゃんと回るんですよね。これいいですよね。まあちょっとねプロペラ固めになってるんで、サラサラサラーと回ってはくれないんですけど、まあそれでもね、こうやって回すことができるっていうだけでかなりいいのかなと思います。で素材なんですけど、一番大きなこの袋部分、これがねダイキャストになってますね。触るとねひんやりします。これがダイキャストなのでかなりね、重いんですよね。で両サイドの翼、これもねダイキャストになってますね。ここ柔らかかったらねこうしなるところがね、再現できるかなと思ってたんですけど、まあ残念なのかどっちなのかちょっとわからないですが、ここダイキャストになってます。でそれ以外のさっきのこのねプロペラとか後ろの尾翼で、前のブリッジ、そして下のシャーシ部分、まあ、こういったところがね、全部プラスチックになってます。ブリッジは、まあ、映画の中のタイガーモスに比べるとちょっとね短めになってるかなというのはありますけど、ただ秒打ちの感じとかね結構細かくできてるんじゃないかなと思います。袋部分、このフレームの感じがねすごくそれっぽくていいなと思いました。で後ろの方にはねちゃんと登れるようにタラップついてますし、見張り台もあるということで、なかなか細かくできてるんじゃないかなと思います。で翼に関してもマット加工になってて、フレームっぽいところがねしっかり凹凸作られてますんで、なかなかいい感じじゃないかなと思いました。ちなみにこれ翼裏返すとこんな風になってるんですよね。このね断面のところがね、すごくこうリアルにできてていいなと思いました。で今気づいたんですけど、これフレームと翼の間、ここにクリアのね板が入ってるんですよね。これね驚きました。一見するとね全く見えないんで、よくできてますね。これでねしっかり翼をね支えているという感じかなと思います。で胴体部分よく見ると船室のね、窓が見えます。ドーラの部屋とか、キッチンとか、まあそんな感じでしょうかね。でその後ろプロペラがついていて、こうやってね回すことができます。4つありますけど、これで1つのパーツになってますね。それぞれ別々に動かすことはできません。で一番後ろの尾翼部分なんですけど、ここね成型色なんですよね。塗装にして欲しかったなという感じですね。明らかにねこれ色味が違ってるんで、ここはねまあ結構ね、お値段もしますんで合わせて欲しかったなと個人的には思いました。ドクロのマークはプリントになってて、反対側にも同じものがついてますね。稼働する部分は特にありません。はい、ちなみに上から見るとこんな感じになりますね。いいですね、かなりねそれっぽいですよね。で、シャーシはこんな感じ。車輪は3つついてます。ここがね、外せたらよかったですけどね。これね、ガンダムトミカみたいに外せる仕様にしてくれれば、かなりね、よかったんじゃないかなと思いましたね。まあ、ただもちろんですけど、こうやってね、走らせて遊ぶこともできますんで、ドリフトとかね、しながら遊ぶこともできるので、これはこれで楽しめるかもしれません。で、サスペンションはついてません。
ちなみにポルコのサボイアと比べるとこんな風になりますね。横幅はねポルコの飛行機の方が大きいですね、でタイガーモス号のここがねずっしりきますんで、なので、全体的に持った印象としては、タイガーモス号の方が重いかなという感じがします。でどっちもこれ空飛ぶ乗り物なんで、こうやってね追いかけて遊んでもいいですよね。これねいいですね。もちろん一緒に飾ってもこれね結構様になってるんじゃないかなと思いますね。あと猫バスと比べるとこれね重さ的にはねやっぱりタイガーモス号の方が重いんですけど、なんというか存在感がねやっぱり猫バスすごいですね。まあこれもね追いかけて遊んでもいいかもしれませんし、飾るのもね、かなりいい感じだと思いますね。そして5番の崖の上のポニョ、ソウスケのポンポン船です。ポニョ可愛いですよね。これ外せるのかな？どうなんでしょうね。あ、で、チラッとこれ下の方、車輪が見えてますんで、走らせてね、遊ぶことも多分できるんでしょう。で、ポスターもね、ちゃんとついてるということでいいですね。さあ、それでは開けていきましょう。さっきはね、ちょっとプロペラを、見落としましたんで、丁寧にね、見ていきましょうか。一つしか多分入ってないということは外せないのかな？あー、外せなさそうですね、これはね。はい、まず結論から言うとポニョはね外すことができません。ちょっと見えるかなと思いますけど、しっかり止まってますんで外す仕様ではないですね。でさっきも言いましたけど、下にはねちゃんと車輪がついてますんで、走らせて遊ぶことはできるようになってます。で素材なんですが、これね結構軽いです。赤いところ、白いところ、まあ黄色いところありますけど、この分割線の上の白と、黄色い部分、ここがダイキャストになってますね。触った感じはここがダイキャストになってて、その下赤いところはこれねプラスチック成型色になってます。でサイズ感としてはこれね今ノート横に置いてるんですけど、まあ同じぐらいですよね。通常トミカとほぼ、サイズ的には変わらないかな。まあ高さがねポニョがいる分高さはありますけど、まあそんなに、違いはないかなという感じですね。重さもそんなに、多分変わらないんじゃないかなと思います。で、ポニョなんですけど、可愛いですね。目とか結構ね、細かくできてるんじゃないかなと思いますね。まあ、手とか足とかちょっと塗り分けは微妙かなっていうのはありますけど、まあまあ、いい感じじゃないかなと個人的には思いました。指のね、凹凸とかもちゃんとありますね。で、その下ルーフなんですけど、あ、これもダイキャストですね。ごめんなさい。ここのね、青いところもダイキャストになってるみたいです。で、窓のところクリアパーツが入ってますね。で、ポンポン線ということで、中にはろうそくが置いてあります。塗り分けがね、なかなかいい感じですよね。すごくそれっぽいなと思います。で、銀のところですけど、温まったやつがね、出てくるということで、排水管がね、伸びてて、排水口のところにちょうどね、繋がるような感じになってるんですよね。これね、よくできてるなと思いました。で、一番後ろ、舵の部分なんですけど、残念ながらこれは動かすことができません。ちなみに、船内に関しては、なんかね、木の板みたいな雰囲気をちゃんと作ってるところも細かくていいなと思いました。それからシャーシはこんな感じですね。車輪が青のクリアパーツということで、水をイメージした、部分かなと思います。置いてみるとこんな感じでちょっと隙間ができます。で傾けると、パッケージと同じような感じで、クリアパーツがね見えるところがいいなと思いますね。でサスペンションはついてません。はい、いかがでしたでしょうか。どちらも特徴をしっかり捉えてますんで、遊んでも飾っても楽しめるトミカになってるんじゃないかなと思います。以上、新作のジブリトミカ2台を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナウズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。